カップ&ボールというマジックをします。大変古いマジックです。紀元前2世紀ギリシャのアルキフロンという人物が書いた年代記という書物の中にこのカップ&ボールを見たという記述が残されています。それくらい古いマジックです。数千年の間人々を楽しませてきたこのカップ&ボールというマジックを本日皆様にご覧いただきます。使うものは一本の魔法の杖、そして金属製の3つのカップです。1つ、2つ、3つです。もう1つ使うものがあります。小さな赤いボールです。カップ&ボールはマジックだけではなくギャンブル、賭け事としても使われてきました。ボールをどこかのカップに入れ、どのカップにボールが入っているのかを当てるというギャンブルです。少しやってみましょう。ボールをカップに入れます。これから3つのカップを動かしていきますので、どこにボールが入っているのかはよく目で追ってください。ではいきます。さあ、どこにボールは入っているでしょうか。注意深く見ていた方はこちらのカップと思っているかもしれません。しかしこちらにはありません。では反対のカップ、こちらにもありません。正解は真ん中のカップです。さあ、皆様は実際のギャンブルだったら勝てたでしょうか、それとも負けてしまったでしょうか。ではもう一度、少しスピードアップしますのでよく見ていてください。いきます。さあ、次はどこでしょうか。皆様ならどのカップにかけますか。今回はマジックとしてこのカップ&ボールを演じていますので、今回はどのカップを選んでも正解になるようにしておきました。3つのカップと3個のボール、そして1本の魔法の杖を使って不思議なことをお見せしましょう。では1つずついきましょう。ボールを手を握り、魔法の杖でおまじないをかけます。するとボールは消えてしまいます。もう一度やってみましょう。ボールを手に握り、魔法の杖でおまじないをかけるとボールは消えてしまいます。最後です。よくご覧ください。ゆっくりといきます。おまじないをかけるとボールは消えて、消えたボールはカップの中から現れます。少し違ったやり方をしましょう。では真ん中のカップにご注目ください。真ん中のカップからボールを抜き出します。こちら見えますか？抜き出したボールをこちらのカップに入れてあげます。すると本当に真ん中からこちらにボールが移動してしまいます。もう一度やってみましょう。では次はこちらのカップをよく見ていてください。真ん中のカップからボールを抜き取ります。抜き取ったボールをこちらに入れてあげると真ん中からボールは消えて
こちらから現れます。少し難易度を上げてみましょう。一瞬で終わりますのでよく見ててください。ではいきます。これだけです。これだけで左右のカップからボールは消えて、真ん中のカップから3つのボールが現れます。少し早すぎたかもしれません。ゆっくりといきましょう。ゆっくりとボールをカップに入れます。今それぞれのカップには1つずつボールが入っています。確認しましょう。こちら入っています。ではこのボールはしまいましょう。反対のカップにもボールが入っています。ではこちらのボールも同じようにしまいます。真ん中はこのまま残しておきましょうか。ではここからいきましょう。こちらのカップは今からですが、叩いてあげると不思議なことが起こります。この瞬間にボールが戻ってきてしまいます。もう一度やってみましょう。ではこちらのカップに叩いてあげるだけでボールが戻ってきてしまいます。では真ん中のカップはどうでしょうか。真ん中は少し念入りに叩きます。すると真ん中からは3つのボールが現れます。1つ2つ3つです。では次は3つまとめてしまいます。そして1回ずつカップを叩きます。そうすると無事にボールはカップに戻ってくるでしょうか。いえ、真ん中のカップからは卵が出てきます。そして左からも右からも、これが数千年続くカップ&ボールというマジックです。現代の皆様もお楽しみいただけましたでしょうか。ではまた。